作品に用いる句は、伊豆諸島の一つ御蔵島で戦前に切り出されたもので、須田の家に代々大切に保管されてきた。手元に残ったその貴重な鍬を慎重に製材する。材木は通常10年以上自然乾燥させた後、薄い板にして、さらに使用環境に合わせた養生室に1年ほど置く。こうしてようやく制作に取り掛かることができる。図面に従って材料の木取りを行う。型枠を使用し、どの部分を使うか決める。今回桑に合わせるシカモアメープル、チヂミ木が美しく、須田が長年好んで使う木である。墨付けをして全体の方向性が定まった後、手の子で切り出す。切り出した部材にカンナをかける。須田は幅一寸六分、勾配八分五厘のカンナを用いる。厚みを決めると、木目をどう生かすか考えながら幅を整える。クワの厚さと幅が決まると、シカモアメープルもそれに揃えて仕上げる。御蔵島グアとシカモアメープルをつなぐ材に象眼をする。象眼には白蝶貝やニュージーランドの貝、パウアシェルを用いる。きっちりとはめ込まれた貝が二皮で固定される。4種類の異なる貝の輝きを組み合わせ、2つの木をつなぐ海が表現された。いよいよ御蔵島グアとシカモアメープルを剥ぎ合わせる。まず剥ぎ合わせ面となる両方の材木にルーターと呼ばれる機械を使って細い溝を切る。雇いザネハギと呼ばれる方法で3枚の板を1つにつなぐ。間に入るサネと呼ばれる木には桜を使い貼り合わせる。その後、旗金で均等に力がかかるように締めて完全に固定する。正倉院の宝物を参考にして、サスと呼ばれるエビ状を作る。銀の板をザガネの形に切り出す。本体の製作と並行して金具作りを進めていく。
板材と板材を組み合わすための加工をする。天板と側板は留め型隠し有組み継ぎでつなぐ。引いた線に沿ってノコギリを入れる。その後、小型のトリマーで粗取りをする。須田は日本の伝統的な道具だけではなく海外の技術も積極的に取り入れ、さらに自分で改良を加えて使用する。粗取り後のみで仕上げていく。板材の一番外側の留めとなる部分を斜めに仕上げる。須田は慎重に突きのみで削っていく。このわずかな削りが組み上がった時に吸い付くような仕上がりとなるのだ。本体を組み立てる。天板、側板、棚板、裏板など6枚の部材を同時に組み立てていく。細心の注意を払った組み手が吸い付くようにはめ合わさっていく。内部に入る引き出し箱を調整する。軽く丈夫な切りを用いる。内側に引き出し箱を別に作るこの方法を宮作りと呼ぶ。東京の指し物の特徴である。引き出しには桜の材と三倉島の桑を組み合わせ変化を与えた。そこには単なる引き出しではなく、それ自体が一つのきれいな箱として収まっているようにしたいという須田の思いがある。作品の仕上げに入る。銀の板から一つ一つ作り出した金具をつける。須田はこの瞬間が最も緊張するという。最後に作品の足となる小笠原の桑で作った台輪を取り付ける。三倉島桑と鹿もあの元祖お子ダンス桑の道。しかもアメープルの美しい縮み木と三倉島桑、象眼で表された海でつながった東洋と西洋の名木。海老城を開く。桜と桑で作られた引き出しが作品に広がりを与える。細部に無数の精緻な技が宿る桑の道。祖父から父へ、父から須田へ、三代にわたって受け継がれてきた木工芸の到達点がここにある。